いらっしゃいませ。ようこそドリームクラブへ。そうなんですよ、実は先日冬将軍さんが来店されました。というのは冗談です。本当今日は冷えますね。一緒に過ごす女の子を指名してくださいね。ご指名はカリアさんですね。かしこまりました。女の子のコスチュームにご指定はありますか？かしこまりました。それではこちらへどうぞ。カリアです。今日は遅いからもう来ないのかと思った。来てくれてありがとう。楽しくお話ししようね。ではまずドリンクを注文してください。いつものでよろしいんですよね。こちらです、どうぞ。いいんですか？ありがとうございます。では遠慮なくいただきますね。君と同じものがいいな。わがままを言ってすみません。ありがたくいただきますね。今日は美味しく飲めそう。乾杯。うん、ありがとね。君のおかげだよ。え、何か？え、急にどうしたの？ううん、別に変なことは言ってないけど、急にそんなこと言われたら恥ずかしいじゃない。なんでもないよ。ほら飲もうね。おいしいです。そうだ、あのことちゃんと考えてくれた？違うよ、もう全然覚えてないんだから。乗馬のこと。じゃあやる気になったんだね。もちろんダイエットに効果的だからに決まってるじゃない。馬に乗った時の揺れがお腹周りの筋肉を刺激してくれるんだよ。そうかな。ありがとう。やだな、もうそんなこと言われたら照れるよ。はい、で私の話じゃなくて君のダイエット。本当に私こんなに君のこと考えてるのに全然本気にしてくれないんだね。もういいよ、君はそのままプクプクしてれば。怒ってないですよ。ふーん、もう死なない。ふん、今何でもするって。しましょう。
するって自分で言ったのに。やったー。うん、約束だよ。じゃあ今度のお休みの日乗馬クラブで待ってるね。私は右腕からかな。ん？でもなんでそんなこと知りたいの？ふーん、変なの。次？次は左腕かな。体だよ。聞かないでよ。今言いました。言いません。バカ。もうお時間だって。どうする？嬉しい、ありがとう。これでまだ二人でいられるね。もちろん。じゃあどの曲を歌いましょうか。はい、頑張って歌います。ありがとう、楽しかった。私が他の男の人と一緒にいたら嫉妬する？する？嫉妬する？え？お、落ち着いて。もしもの話だよ。はあ、びっくりした。君の気持ちは伝わったよ。あ、もう帰っちゃうんだ。そっか、また来てくれるよね。待ってるからね。
今日も会えて嬉しかったよ。来てくれてありがとう。